はい、スプレッドライダーの堀内玲です。僕が紹介するのは LT シリーズの LTA になります。このモデルはグラトリに特化というよりもオールラウンドのモデルとなってます。で、形状でいうとキャンバーで、キャンバー角が他のと比べてちょっと高いので、なんとカービングだったり山を遊ぶっていうものに関して特化したモデルとなります。F とか B とかよりちょっとフレックスバランスが高めに設定されているので、去年のモデルよりはセンターが少し落ちて扱いやすくはなってるんですけど、基本的には山で遊ぶための広く遊ぼうっていうコンセプトで作ってます。で、乗り味としましては反発が結構強いので、脚力だったり身長が高い人とかはより扱いやすいんじゃないかなと思います。ぜひ乗ってみてください。ターンがすごく切れて、でも粘りのあるターン性能の強い板だなと感じました。エッジが噛みすぎてちょっと抜けが難しかったですね。以前 LTA 友達の乗ってた時はちょっと硬くて乗り切りはちょっと難しいなと思ったんですけど、今回フレックスもなんか落とされているってことなんで、とても弾きも乗りもやりやすくて良かったと思います。